男子テニスの木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップス2024日本東京ハード ATP500 は28日シングルス2回戦が行われワイルドカード主催者推薦で出場している世界ランク200位の錦織圭が同29位の J トンプソンオーストラリアを6-26対3のストレートで破り 2018年以来6年ぶり6度目のベスト8進出を果たした。試合後のオンコートインタビューでは、強かったですね、笑。自分が一番びっくりしてますと語った。動画、西堀 K ジャパンオープンベスト8入りの瞬間、34歳で元世界ランク4位の西木織が同大会に出場するのは2018年以来6年ぶり。2012年と2014年には優勝を飾っており、 最後の出場となった2018年は準優勝している。今大会は1回戦で、プロテクトランキング、負傷などによる長期離脱選手の救済措置、で出場した同212位の M ・チリッチ、クロアチア、5・6・4、3・6、6対3のフルセットで撃破し、初戦を突破。一方のトンプソンは第3シードのシールード、ノルウェー、オストレートで下しての勝ち上がりとなった。 両者は4度目の顔合わせで錦織の2勝1敗直近では昨年7月のアトランタオープンアメリカ・アトランタハード ATP2501 回戦で対戦しその時は錦織が勝利したジャパンオープン2回戦満員の観客で埋められた有明コロシアムのでセッションに登場した錦織は序盤からペースをつかむと第3第5ゲームで立て続けにブレイクに成功 フォアハンドのダウン・ザ・ラインでウィナーを決めるなど主導権を握りトンプソンにブレークを許すことなく第1セットを選手した。錦織はこのセット、サービスゲームでわずか3ポイントしか落とさない完璧なプレーを見せている。第2セット、勢いに乗る錦織は第3ゲームでワンチャンスをものにしてブレークを奪うも、第4ゲームでブレークバックを許す。それでもこの日の錦織はストローク戦でトンプソンを翻弄し、 直後のーゲーームでリードを奪うブレイクに成功その後はホームの声援を背に受けた錦織が挽回させることなく勝利した。試合後のオンコートインタビューでは、強かったですね、わら、自分が一番びっくりしてますし、コーチたちもびっくりしてるんじゃないかなと。出だしからプレーも良かったですし、最後の最後まで集中力切らさず、なんで入るんだろう。 っていうボールも入ってくれていたので、めちゃくちゃ良かったですと語った。準々決勝では第6シードの H ルーネ、デンマーク、と世界ランク59位の西岡義人のどちらかと対戦する。西木よりは次戦について、今日もありがとうございます。良いプレーができました。西岡君には勝ってほしいですけど、あまりやりたくないですね、笑でも応援しています。今、 日本のナンバーワンとして頑張ってくれています相手は強いですけど